サンパンタレオンドラル氏は、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、コレーズ県のコミューン、ブリーブライコールガイアルド都市圏の町であり、ブリーブ・盆地の西側にある、県北西部にあり、ドルドーニュ県と境界を接している。コミューンは、コレーズ川との合流後ベゼール川谷によって生じた湾曲部を伴っている。コミューンの北側をオートルート89が通過しており、 ベゼール・コレーズ・ダカ・カ教が、コミューンの境界にある二つの河川の上を交差する。後期旧石器時代からの遺跡が、ブリュイエール、カーブ、オードギュイルといった、戦死時代の居住地の証明となっている。12世紀、ベゼール・カワサガンに招集動員があったため、サンパンタレオン・デュロットとコミューンは呼ばれていた。その他、中世に存在を示したものがある。 オードギュイルのサルコファガスと地下室、旧門にあるサンジャンデハイドーと招集動員である。フランス革命の1793年から1795年の間、セイパンテレーモンに関係する地名が、革命政府に嫌われ、ラフラテルニテという川名名を名乗っていた。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。